ワキワキワッキー、森の都のカプセリストワッキー貝山がお送りいたします。ガチャガチャ動画、ここ1週間回しに回した最新ガチャ7つセレクトしましたので、ちなみにこちらはバンダイの BVW の200という200元気です。お、こちらですね。もうなんとなくわかります。こちらです。これです。お、2つできました。これとこれです。これですね。こちらです。それでは今週1週間ゲットしたガチャガチャを一つずつ見てもらいましょう。どうぞ。まずはこちらですね。はい、太鼓がゴロッと出てきました。お、中に空洞ですけど、いろいろと街から何か入ってますね。こちらは玉球さんから、マジで鳴る太鼓。はい、種類は5種類です。黄金いいですね。組み立てました。これ電子音で鳴るかと思ったら、本当にバチもね、プラスチックなんですが、ちょっとねソフトな感じですね。リアル盆栽全6種ハサミを使って自分好みに剪定ができると、根元の苔を再現しています。ガチャガチャから盆栽が出る時代ですよ、ね、結構枝ぶりもいいんじゃないでしょうか。僕よくわかりませんけどもね、はい、いや、いいですね。このフェルトみたいな感じのね、聞こえますよね、この芝、ね、切った時の、うん、盆栽。はい、今週は渋いですね。はい、火鉢です。魚が焼かれてますけどね、はい、まあ、ちょっと寂しいなと思ったんですけど、コレクター持っているんだな。 3,4 年ぐらい前ですけどね、ドラム缶焚き火というね、そんなアイテムがありまして、これ光るんですね。また同じじゃないですかね。ほら、これをこの火鉢のここに入れたら同じじゃないかしら。いや、これも超、いや、これ昔の型同じでしたね。すごいな。電気消してみよう。 LED ライトなんですけども、綺麗ですよね。癒されますな。あ、コレクターでよかったな。ドラム缶持ってなければこれ再現できなかったもんな。はい、あったまりはしませんが、映像から少しはあったまった、気になったんじゃないですかね。どうすか。はい、ポーチコレクション2、あ、柿の種とかハッピーターン、何が当たるのかな。僕の中ではね、カキピー以外だとあれなんだな。当たれ、当たった、よし。はい、おばあちゃんのポタポタ焼き、いいね。まあポーチですけどね、結構大きいポーチで、スマホなんか余裕に入るんじゃないですか。はい、おばあちゃんのポタポタ焼き、いいね。おばあちゃんがほっこりしますな。これですね、開けてみよう。バンダイなんですよ、ダジャレ。君が好き、ね、告白してますけど、卵型カプセルの中に卵にちなんだ料理から何から入っている。私は何が当たったんでしょうかね。で、僕はパカッ、お、目玉焼き、まあ一番いいパターンですか。どうですか。指輪です。小指に入るかな。どうですか。君が好きね。はい、まあバレンタインも近いですからね、うん、これを買って少しこうね、お茶目に告白してはみてはいかがですかね。
私はどうもこうなんかこう渋いガチャガチャが多いですね。鳴って光るブッダ、ポクポクチーン、ミコト、ね、銀ブッダ、ね、お菓子入ってるみたいな服入ってます。開けてみましょう。あらー、銀ブッダ神々しいです。あ、後ろのこれを取りますと、なぜ光るんでしょうね。いやでもなんか、はい、あの尊いです。左側が前回のですね、これ、ね、若干違うかな。暗くして見たくなった。よし、セット完了。どんな YouTube だこれ、いつまでやってんの。ラストはこれですね。ちょっとすごいですね、時代ですね。 USB リモート会議ライト、バンダイからね。 USB のケーブルがあって、はい、シールがあってということで、まあ、差し込むとまあライトがついて、リモートもね、画面が明るくなって、顔が明るく映ってっていう。いやいやいや、さすがガチャガチャだね。謝罪中なんて関係ないですよね。真っ赤になるのかな、謝罪中とか入れなくていいのかね。よかった、通常パターンもあるんですね。はい、ちょっと使ってみますかね。お、結構明るいぞこれね。パソコンの画面の上の方につけてるんですけど、ちなみに白い方はですね、つけるとこうなります。ほら、全然違いますね、明るさがね。ほらほらね、赤いのもやってみる。ただこれは顔が真っ赤に映りますね。これ何のために真っ赤な謝罪中ってことにしたんですかね。赤いのはこんな感じです。いや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 、まああの血色がよく見えますけどね。まあ使えるのは白い方でしょうね。いかがだったでしょうかね。多分来週も、うん、日に1回のペースで最新ガチャガチャをやっていくと思いますので、次のレビューもお楽しみくださいね。そして昭和レトロガチャ最強コレクション、こちらの本も絶賛好評発売中でございますので、はい、よろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もお願いします。グッドボタンやコメント、そしてガチャガチャのリクエストもお待ちしてます。はい、それではまたねー。